はい、こちらをですね、今から SD 帯に改造していきます。魔改造の夜魔改造言うなしはい、ということで、まずざっくりと体型を変えます。ギュイーン。よいしょ、ちょっとアップにしとこうね。アップにしないとおかずやかんね。こんなもんかな。この時点だとただのちっこい感じでございますけれども、で、SD にするので頭を決めにします。まだ全然ねバランス悪いけど、これから可愛くなっていくんで多分。で、首の長さとかを首を細くちっちゃくで、よいしょ、腕の長さ短くします。先に胴とか言うと胴を縮めます。腰も縮めないとだったかな。足縮めます。これね、 V ロイダー体ね、あのこれスカイさんはお着物なので足が隠れてるんですけど、私の先ほどのサムネを見るとわかるんですが、ふくらはぎはギューって無理やり縮めてるから、ふくらはぎがね異様にボコってしちゃうのよ。なので本当は足の隠れるこういうお洋服の方が可愛い。縮めた方がいいですね。で、足の大きさはそんなに変えないでいいけど、手はちっちゃくした方が可愛いかな。で、このままではとても首が取ってつけた形になってますので、お顔を変えていきます。この顔の肌っていうところかな。これでまずですね、特にスカイさんのモデルは顎がシュッとしてますので、これを顎を丸めるですね。はい、キュー。そしてこの顔の形状、女性っていうのをやるとね、あの簡単に可愛い感じになるようにできてる。と輪郭の形状、ここら辺はね完全な好みです。うん、なのですごくやるとこういうキャラいるよねみたいな感じもあるんですけど、この辺は自分の好みと、まあ、センスとかになってくるので。で、ちっちゃい子はほっぺがぷくってしてるのが可愛いっていうのが単に私の好みなので、ちょっと下ぶくれ、もうだいぶ可愛くなってきたっしょ。輪郭でね、変わるんですよね。で、次は目です。大事なのは目です。この目のセットっていうところですね。ここから、ちょっとアップにしましょう。お目々を大きくします。基本的に。横幅、縦幅。そして大きくして少し低くする。このぐらいかな。ちょっと寄せたりとか、これバランス見ながらね確かに座敷わらし感出てきました。こっちもちょこっと幅広くしてあげると可愛い。お顔がね、丸くなって幅が出てるので、お口もそれに合わせて幅出してあげる。ほれ、どうだどうだ、可愛くなってるじゃん。で、本当はで、お顔を整えたので、それに合わせてまた少し体型を変えます。で、もう少し短くてよかったかな。待って、これで今60センチ、ちょっとちっちゃすぎる感じ。だいたいいつも作ってる子って75センチとか80センチぐらいの子が多いかもしれない。結果として結局だからイメージしやすいとしたら、例えばさ、あのスパイファミリーのさ、あの
絵柄とかを考えてもらうと、子供のキャラってみんなこうバランスがね、こんな感じかなみたいな、頭んがいでかかったりとかする。出てこのぐらいかな、こんな感じだね。手の長さとかは結局自分が手を下ろした時に太ももぐらいに手の先が来るんだよね。っていうの、そこら辺はちっちゃくなっても崩さないでいると可愛い気がします。こんなもんかな。で、本人いないから髪型変えちゃっていいかな。せっかくの可愛いお顔が見えないんだもん。可愛い座敷わらし。可愛い、超可愛い、めっちゃ可愛くない？ほら、髪型でだいぶ変わる。かわいい。この髪型にしちゃうと座敷わらし感がアップしますね。怒られるから。でもこんな感じかな。ね、あっという間でしょ。体型変えてバランス見ながら、体型はね、いつでもバランス見ながらで、で、お顔を少し大きくする、お顔を丸くする、お目目を大きくする、お目目の位置を下げる、口も少し横に広げる、お口の高さもちょっと上げてもいいのか。ここら辺は本当に微調整ですね。うん、可愛いんじゃない？で、いろんな角度から見て、いろんな角度から見ても可愛いね、可愛いねってめでる。耳もうちょっとちっちゃくしてもいいか。はい、こんな感じかな。オッケー。はーい、ということでね、こんな感じで結構あっという間に、はい、SD 化できます。Ha ha ha!